どうもお疲れ様です。お疲れ様です。前回ね、ツイッターの方に流したんですけど、僕のトントンのお店の、机とか壁に落書き押されたっていう風にツイッターで流して、で、はい、まあ弁償するのか皿洗いで許すのか、まあ今回は普通に許すのかっていうのとかをツイッターに載せて、その投稿を見たのかわからないんですけど、やった本人たちから連絡があって謝りに行きたいと、いうことで、今日もちょっと時間を当てて会いたいと思います。はい。いやでもあれは正直ひどかったですね。まあね、オープンしてこのぐらい1ヶ月経ってないぐらいかな。そうですね、まあ電話かかってきたらしくて、僕は取ってないんですけど店長の方が取って、はい、まあ酔っ払ってやっちゃいましたと。まあ多分23人ぐらいかな、はい、まあ忘年会か何かできたみたいなんですけど、まあ少し酔っ払ってやってしまいましたということで、まあ少なからずね、頭に来てる部分もあるので、まあ今日はその謝罪を聞いて、まあどうするのか、ちょっと自分でもわからないんですけど、まあ聞くだけ聞こうかなっていう感じですね。まあスタッフも、まあ井田さん自身も、やっぱ見た瞬間ちょっとやっぱり気分悪かったですもんね。まあ、気分は良くないよね。まあ、こうみんなで掃除とかしてね、綺麗に使おうって言って他のスタッフたちも掃除頑張ってたんで、まあそれに酔っ払って落書きする年でもないんだよね。そうですね。形こりたいい大人がそういうことやっちゃうっていうのはちょっと残念ですよね。そうですね。井田さんの店やからどうこう関係ないですね、これは。まあ常識的なことですよね。あと多分15分ぐらいかな、店の方に行くって言ってたんで、話を聞きたいと思います。メルがやったの？はい。あ？すいませんでした。すいませんから。やっていいことは悪いだろうな。はい。すいません。すいません。あ？すいません。申し訳ありませんでした。何度とかあるの？すいませんでした。そうだ。すいません。失礼します。すいません。失礼します。どっちが書いたんや？僕も書きました。あ？僕が書きました。お前は？僕も書きました。お前らいくつじゃ？28です。僕27です。そんな年にもなってわからんのか？なあ、やっていいことと悪いことの区別もつかんのか？すいません。すいません。なあ。どうしてくれるんや？弁償させていただいて、まあ、ちょっと心からちょっとお詫びさせてもらいます。何言っておく聞こえん。まず弁償させていただいて、心からちょっとお詫びさせてもらいます。心からお詫び？はい、お前は。はい、僕も弁償をさせていただいてお詫びさせていただきたいです。弁償って何するの？机の方を弁償させていただく形を取らせていただきたいんですけど。いくらするのか知っとんか、この机。いくらするか知っとるのか。いや、わからないです。150万するぞ。払えるか。払えるか。今お前らお詫びするって言ったよな。はい、はい、で弁償するって言ったよな。はい。で払えるのかと。今すぐにということはちょっと難しいかもしれないですけど。で反省して払うんやろ。はい。なんで今すぐじゃないんや。それがお前らのお詫びの印やろ。で行動で示すんやろ。はい。なんで今すぐ払えんの。借金してでも銀行から借りてでも払えるの。どっちなんや。払います。払えんのか払えるのかどっちなんや。払います。お前は。はい、もうちょっと
はい、お金工面して払います。別に体に分からしてもいいやぞなあ。今から外出るか。あ、喋るようにしたろうが。返事は。はい、すみません。安静しとるんか。はい、はい、反省してます。今回は自分のその時の気分でこうやって飯田さんのお店にこのようなことをしてしまって、いろんな方にも迷惑をおかけしてと申し訳ございませんでした。お前は飯田さんのファンではあったんですけど、間違った形で、お店に来て、まあ、このような自分の本当に勝手な考えで、その場の考えでこのような結果になってしまって、本当に申し訳ございませんでした。すみませんでした。すみませんでした。ああ、分かった。はい、OK です。お疲れ様です。はい、OK です。お疲れ様でした。どうぞ、お疲れ様です。はい、OK です。どうぞ、お乗りください。どうでしたか。僕の手が震えました。え、分かった。僕の手が震えとった。僕の手が後ろでずっと震えとった。どう？しましたか？いや、本当に、本当にすみません。感謝してない。あ、できましたか？心臓。すみません。でもね、今日はね、反省してもらおうということで、ガチ切れドッキリを仕掛けたんですけど、でも、まあ、本当に覚えてますからね。はい、嫌な気持ちにはなったので、はい、で、スタッフの方も毎日一生懸命掃除してたので、非常に寂しいと言ってました。で、それで、まあ、今回ね、反省してもらうためにも、うん、はい、まあ、ただ掃除させるだけではなく、まあ、弁償や、なんやっていうのね、やっぱファンでこう、来てもらったのも嬉しかったんで、まあ、掃除だけにしようかと思ったんですけども、それではちょっと反省の気持ちも見えないなというので、うん、まあ、ガチ切れドッキリを仕掛けようというので。こう、怖かったですか？怖かった。めちゃくちゃ怖かった。まあね、というところで、反省してくれたと思うんで、視聴者さんもね、納得してもらえたと思うんで、でも、最後まあ、ガチ切れドッキリだけで終わるので、掃除だけ、ちょっとしっかりしてもらって、はい、それで今回のもう、チャラということで。すいません。いえいえ。じゃあ、掃除の方だけ。しっかりよろしくお願いします。はい、僕の手がまだ震えてます。そう、じゃあ、ドンって怒鳴った瞬間あたりから、あって思って、僕ね、立っとったんですけど、足をガクガクし、知らせるんじゃないかね。腰かみたいな。そうそうそう。ただね、できるだけ足音鳴らさないように頑張っとったんですけど。まあ、すごい残念なことだったんですけど、うん、まあ、このぐらいではそんな本気では怒らないですよ。なかなか取れないでしょう。でね、なかなか染み込むと取りにくいですね。この辺も飛び散っとるよ全部。この裏も誰これ、ね、このくる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 マジックのやつ。それ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 、これ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 くる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 と酔っ払いすぎだ。酔っ払って何を書きたかったかわからんっていう。せめてなんか文字にしてくれ。あ、そういうことねってわかるんですけどね。美味しかったですね。まあちょっと怒るに怒られちゃうけど。よし、まあここはちょっと落ちるのは限界があるんで、まあ
ここのゾーンもちょっと掃除しましょうか。はい、あの床拭きしてちょっと細かいところまでお願いします。今日は、はい、よし、じゃあ、まあ、最後トイレもやってもらいましょうか。そうですね。なんか反省といえばトイレ掃除。なんか、まあ、小学校思い出します。小学校思い出します。昭和な小学校。ちょっと男子トイレ行きましょうか。はい、よし、じゃあトイレの便座と床、はい、はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあね、掃除もね、綺麗にしてもらって、あのトイレ掃除もしてもらって、ガチ切れドッキリで反省もしてもらって、まあこれでね、まあ弁償とかいろいろ意見もあったんですが、まあこれであのチャラというので大丈夫ですよね。はい。もう優しさに、飯田さんの優しさが、はい。で、大丈夫だと思います。はい。でも、1回目だけですからね。うん、あの、次、飲んで落書きした人は、すぐ、被害届け出して、弁償という形を取ると思うので、うんうん、皆さんも、常識範囲内で、楽しく飲んでください。はい。楽しくね。飲んでください。はい。本当に、150万払うつもりだった？いや、本当にもう。ちょっと高いね。150万。一瞬で考え、だって一回目聞いたときに、ん？いやいや、銀行でも借りれるでしょって。ちょっと、え、さあ、そこまで行くんや、みたいな。まあね、でもこういう、行ってくる人もいるかもしれない。まあまあまあ、実際ね、いたら怖いですからね。いい勉強になったね。はい。またあの、岐阜ですか？はい。また岐阜、同じ岐阜市同士なんで、いつでも食べに来てください。はい、まあだから次は本当に逆に来た方がいいよね。そうですね。もう一回食べに来て。もうあん時のあれかみたいな。次僕ら綺麗に飲んでます。そうだってもね。そうですね。まあもう本当にいつでも来てください。はい。すいません。いえいえいえ。じゃあおさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ガチギレドッキリ大成功。大成功です。はい。じゃあガチギレドッキリ大成功って一緒に言ってください。ガチギレドッキリ大成功。全然テンションが違う。そっち全然違う。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まああのしっかり反省もしてくれてね。はい、うん、掃除もしてくれたし、昭和っぽくトイレ掃除もそうでしたね。そうでしたね。いや、マジででもね、ドッキリっていう風な企画で知ってましたけど、マジで怖かったです。そうだ。いや、僕多分、いや、わからないです。カメラ手ぶれしてるかもしれないですよ。本当に本当に、うん、いや、マジで怖かったっす。じゃあ、ちょっと、来年から俳優業でもやろうか。やらせてください。真偽な北高いとかね。切れるだけ、ね。いやいや、でも、本当にちょっと怖かったんで。ああ、いい。僕もね、怒らせないようにします。俺でね、反省してくれればいいよね。うん。彼らのためにもなると思うし。そうですね、うん。まあ社会人なんで。そうですよね。まあ本当に常識範囲内で楽しく飲んでいただけたら嬉しいね。うん、そうですね。僕らも気持ちいいですね、そっちの方が。ということで、今年最後の動画になる。そうですね、今年最後ですね。このガチ切れドッキリ。なんかちょっとポッピーな感じじゃなかったですね。うん、ね、まあ。飯田らしいといえば飯田らしい。いろんなことがあった1年ということで。いろんなことがあったね。本当にいろんなことがありましたよ、うん。まあでもね、また来年からも頑張りたいと思います。はい。うん、今年最後。じゃあね。また新年、ちょっと動画撮ろうか。そうです ね。挨拶もあると思います。うん。ちょっと久しぶりに一人飲み動画も撮ってみたいし、ね、うん。いいんじゃないですかね。久しぶりだな。一人飲み動画も最近撮ってないもん。そうですね、うん。結構バタバタしてるんで、飲む機会もなかったんじゃないですか。新年どう？
ここで一緒に飲む。軽く行きますか、じゃあ。行きますか、はい。日本酒でも。まあまた、あの、新年。ということで、皆様、良いお年をお迎えください。あんま言い慣れてないな。なんていうのこれ、みんな。皆様、良いお年をお迎えください。良いお年を。皆様、良いお年をお迎えください。それではまた、YouTube で。Make me feel like I'm supposed to go. Tell me what you're thinking about me when I'm gone. You're so beautiful.So personal, and while you play these games, I question my faith. First of all, you'll never know what I really feel when I'm all alone on the road. Just kidding.